おはようございます。2023年5月3日水曜日午前8時28分を回りました。皆さん、今日はねゴールデンウィークの後半のスタート、憲法記念日でございます。いかがお過ごしでしょうか。窓からね外を見ると、今日もね綺麗に晴れ上がっております。今ね気温が15度で、今日の最高気温は、22度まで上がるという予報でございますが、午後の4時ぐらいから、曇ってくる。で、明日木曜日は一時雨、パラッパラッと雨が降る時間が、3時間4時間あるようですね。で、金曜日は雨が降らない、よかった曇りだ。土曜がちょっと雨が降ってくるような天気でございます。ね、ご予定がある方ね、晴れればいいですね。私は、特にね、予定というか5月5日に、宮崎港祭りで行われる、フェリー6号また就航してね間もない、フェリーの見学会、それでね、当選したので、参加してこようかなと思ってます。もちろんねビデオカメラを持って行ってね、撮影しようかなと考えているところでございます。はい、もう昨日はね、すいませんお騒がせしました。自転車事故に遭いました。それからね一日経って朝起きたんですけど、まあね事故現場ではあの痛みっていうのはね、左膝の、擦り傷、まあ、ヒリヒリ、していたのをね、一番覚えていたんだけど、家に帰って、時間が経つと内身かな、内身っていうか奥の深いところの内身、特にね左臀部のあたりのね奥の方、椅子に座ったりするとちょっと痛みがあるっていう感じで、あとねお風呂入ってゆっくり過ごしたらちょっとねあの下半身というかね足の方にも、内身のようなもの痛みがあったんで、昨日はねゆっくり寝て今日は、ね、ちょっと遅く起きたんですけれど、まあねまだね内身打撲みたいな痛みは、少し残ってますけれど、まあ、生活を、送る上では、はい、大きな支障も何もない状況でございますけどね。まあ、皆さんねゴールデンウィーク慣れない道を運転する方々もね結構いらっしゃるかと思います。特に県外ナンバーね、県外ナンバーの運転なんかにはね気をつけて、車間距離をね十分に取る。あと出会い頭ね、あの見通しの悪い信号機のない交差点とか、あとなんだあの本線道路に入ってくる脇道からやってくる車とかね、結構ねあの安全確認をしない車多いんですよね。まあこれ言っちゃ悪いんですけれど、いわゆる高齢ドライバーとあと初心者に多い運転なんでね、そこはくれぐれもお気をつけください。そして私がね事故にあったように車だけではありません。自転車もそうです。まあね、昨日のようになんで私とすれ違う瞬間に自転車から降りるのと、でぶつかってくるのってことなんですよね。もう何をするかわからない、もう子供と同じで、予測不可能な運転をするのが、自転車もありますんでね。特に自転車はあの歩道であれば、右左どっちでも通っていいと。まあ、宮崎市内は、ほとんどの、歩道が自転車通行化になってますんで、どちら側の歩道を自転車はね走っても良いことになってますんでね、同じ走ってる方向から反対方向から自転車がやってくる、そのすれ違いざま、そこをね気をつけないといけないという部分がありますよね。まあ、今回ね狭い歩道で、まあ、てっきりね相手のね高齢女性が、止まるんだろうと、まあ、だろうという予測運転いけないんだけれど、その高齢女性をね避けるつもりで、車道側の方の歩道をね走っていった時にボンと降りてぶつかってきたんでぶつかってきたというか降りた弾みだと思うんだけど、そのタイミングと思ったんですよね。で、あとの自己処理で、車道があれでありませんかって言われたけど、確かに車道はありました。でもとっさの判断で、車道に行くって余裕なんか全くなかったんですよね。だからねその自己処理のね警官も、まあ、昨日の YouTube ライブでお話をしたんだけれど、結果論、法律論、そもそも論でやってくるから、もうね話が噛み合わない、
ですね、まあ、詳しいことはねもう2回も3回も話しませんので、昨日のね自転車事故に関して興味がある方はね、昨日の、この CMM チャンネルのね、YouTube ライブを、ご覧くださいませ。アーカイブ残ってますんでね、そちらから、ご覧くださいませ。まあ、ちょっとねちょっと待って、あすいません、ちょっと喉の調子がおかしかったんで一旦止めました。まあね、自転車がねちょっと前輪の駆動がおかしくなった、まあ、前輪が回らないというわけではないんですけれど、周りがね悪くなったんで、ドラムっていうか回転軸っていうかね、そのあたりがおかしくなったんだろうなと思ってます。一応ね保険会社の方から連絡があって、相手方の保険会社からもね連絡があって、まあ、とりあえず自転車の修理かかるんだったら修理の見積もりを出してもらえますかみたいなお話があったんで、ちょっとね、イオンモールのイオンバイクで買ったんですけど、まあ、ゴールデンウィーク中なんでね、まあ、人が多いのかなとか思ったりしてるんだけど、一回ちょっとゴールデン、このゴールデンウィーク中にねイオンモールに行ってちょっと確認してみようかなと考えているところでございます。はい、ということで、皆さん、楽しいねゴールデンウィークを過ごすためにはね、お互い注意しながら自転車や車をね運転していきましょう。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。